噂のあいつが久々に投稿してきた。その映像は時々もんだ。かれこれ遡ること6、7年前、オプション文書の編集部に1本の8ミリビデオテープが送られてきた。その中の映像は湾岸をものすごい速度で流す男。その男は千葉と名乗る。一体何者なんだ。謎は深まるばかり。さて、この世界最速変態男の歴史を振り返ってみよう。